こんにちは、ボイストレーナーの千尋です。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日もワンポイントボイトレ動画をお届けしていきたいと思います。今日はですね、フレーズの語尾の、処理についてお伝えしていきたいと思います。歌のフレーズの語尾でこう急にこう優しく終わる、まあ、フェードアウトですね、の時にどうもこう安定しなかったりとか、どうもこう汚くなってしまったりとかっていう方多いと思うんですね。で、今日ですね、ちょうどミスチルさんの生きろという曲をYouTube の方で聴かせていただいてたんですけども、やっぱりこうフレーズの処理がすごい上手なんですよね。まあ当たり前なんですけども、それがやっぱりこうかっこよさにつながってったりとか、切なさを感じたりとか、曲からのそのパワーっていうのはすごい伝わってくるんですけども、技術的に言うと、もちろんその伝わる伝わらないという部分で言うと、その技術だけでは当然ないんですけれども、技術で補える部分も結構大きいので、そこの部分ちゃんとお伝えしていけたらなと思います。例えばですね、この曲の、最初の入りの部分ですね、こんなフレーズです。震える、ね、こんなフレーズがあるんですけれども、この震えまでは割と口の前あたりにこう響きを当ててるんですよね。震え、で一番最後のルーの発音、響きの位置をちょっと上の方に持ってってるんですよ。まあこれはミスチルさんに限らず、皆さんやってると思うんですけれども、厳密に言うと震え、こう優しくなっていくじゃないですか。この優しくなっている時に不安定になってしまうので、この処理の仕方どうしていいのかわからない人は結構多いと思うんですね。で、どうすればいいのかっていうと、当てるポイントをちょっと変えてあげるだけで声自体もつながっていきますし、どん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 こう優しくしていくことができるんですよね。まあ、なんでこういうことが起こるかっていうと、裏声って優しいじゃないですか。はーとか、はー、ね、まあ、だん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 下の方に行くと、はー、まあミックスボイスになっていくわけなんですけども、やっぱ優しい声にしていきたいわけですよね、バラードとかだと特に。で、その時に震える、当てるポイントがずっと同じままだとなかなか優しくしていけないの で、していったとしてもちょっと不安定になったり揺れたりとかするんですよね。なので震える、口の中で言うとちょうどこの上の軟口蓋あたりですね、口の奥、上顎になります。そっちの方にこう息を当てていくようなイメージでこう処理していくんですね。震える、こんな感じ。これをそれぞれのフレーズの語尾でやってるので、全部こう綺麗に柔らかく終われることができるわけなんですよね。はい。で、次のフレーズはこんな感じ。手のひら、これも一緒ですね。手のひら、上の方に持ってきます。裏声で当てるポイントに持っていくって感じですね。交わした約束が、これも上に持ってきますね。はい。脈打ち続けてる、まあ、ここは高い音で終わってるので、裏声の方にこう抜けていくような終わり方をしてます。なんでこうフレーズの語尾を優しく終わらせるためには、声の当てるポイントを上の方に逃がしてあげるっていうようなイメージですね。で、歌ってあげると結構柔らかくかっこいいフレーズ処理ができますので、ぜひ試してみてください。はい、それでは以上です。この動画を見ていただきまして、いいねと思っていただきましたら、いいねボタンとあとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました。